しょ。いつお肉に食いなどが来てくれてありがとうございます。いつお肉に食いなどが来てくれてありがとうございます。危ない、危ない。危なかった。一連頑張って頑張ってきました。今日は自主練に行ってきました。あ、そう、そう、3月に社服があります。そう、初めてね、そう、出演するんですけど、そう、最終回でね、まさかの最終回に、ね、出るので緊張です。ノリツッコミ大事だ。ちょっとね、緊張ですね。そう、最終回でね、出させて、最終回に出させていただくので、とっても嬉しいけど緊張です。でも結構ね、人数が多いので楽しみです。和夫さん、たくさんハートありがとうございます。春巻さんもありがとうございます。そう、リチャキもね、一緒に6期生2人で出れるんで嬉しいです。楽しみ。いつお肉に食いなどが来てくれてありがとうございます。こんばんは。やっほーやっほー、来てくれてありがとうございます。
もっと泣いて、モルモット泣いてないよ。こてつは、あーでもこてつさっきね、なんかすごいめっちゃくるくる回ってたもん。くるくるしてた、なんかあれなんか丸の走るやつがあったね。そう、それでねめっちゃねくるくる回ってた。元気です、めっちゃ夜行性なのにね、結構今の時間帯にね起きてる。でもはい、あれミルクちゃんとくるみちゃんたちはと檻の中にいます。実はいつもお姉ちゃんの配信そうお部屋にね置いてるから、こてつはだからね暴れてる結構。そう、明日は学校です。でもね、今隣の席の仲のいい子とね、この今見てるドラマがドラマと同じもの見てたり、そう気がめっちゃね好きなもの同じだったり、めっちゃ気が合うので、気が合う子がいて、そうなので今楽しいです。でもね、その子とはもう中学校で離れ離れになるので、卒業式に遊びます。そう、その子ね頭いいんだよね、めっちゃ。そう、あとね最近ね帰る道も同じで、いつも一緒に帰ってるし、そう仲がいいので悲しいです。何のドラマ見て、何のドラマを見てるでしょう。面白いんですよ、面白いというか、そう、勉強教えてもらう、そう教えてもらわないといけない。だからいつもね、なんでこうなるのって聞いたらね教えてくれるの。
そう。そう、生誕祭、今日はミヌさんの生誕祭かな。で、12日にゆいちゃんの生誕祭があります。こんばんは、こんばんは、来てくれてありがとうございます。本当に翔平選手の、あれ消えた。大谷選手からのグローブ届いて、届いたよ。あのなんだっけ、そうでね、なんか一番最初か、あ、なんか6年生から順に使えるっぽくて、そのグローブ、それでね、ゆいちゃんはクラス2組なの。それで1組2組ってだんだん使ってて、2組の時が来たの。2組が使える日、それで体育館でね、したい人だけキャッチボールしてて、みんなね、そう、座りたいから行ってて、ゆいちゃんは本当にあのキャッチボール投げてもらう本当に苦手だから、見てるだけだったんだけど、やりなよって言われてやりました。グローブでかかった。そう、ボール系ね、嫌いなんですよ。ドッジボールとかキャッチボールとか。今度ね、体育でね、バスケットボールがあるので、ちょっと怖いですね。でもね、あれ投げるのはできなかったけど、キャッチするのはできたよ。みんなね、キャッチできてなかったけどできました。そう、キャッチボールね、苦手なんで、遠くに投げるのが苦手なの。どこかのハリちゃんと同じこと。え、そうなの。なんか全力で投げても低くて遅いからボールの速度が。しかもね、バスケットボールのゴールするやつ結構高かった気がするんだよね。だから絶対無理なんですよ。こう、これでしょ、バスケットボールね。体育でバスケットボールするんだって思った。前回はね、ハードルだったの。楽しかった。ドリブル、そう、投げるんじゃなくて叩きつける。叩きつける。絶対ね、あれパスされても投げれない。野球をペイペイドームに見に行ったことはあるよ。あの試合でおばあちゃんと家族で確か見に行った記憶がある。でもね、あんまり行ったことない。グローブは触りました。みんなね、男の子ね、野球好きな子がめっちゃ喜んでた。中学校のバスケのリングの高さは、そう、びっくりだし、ね、まあ、なんかさ、部活とかあるじゃん、中学校にあったらバスケ部とかあるじゃん、だからね。泳ぎは得意。泳ぎはね、無理。
でもね、結構前にね泳げたけど、もう多分弟がね水泳得意だよ多分。見たことない、多分得意だと思います。バスケのリングの高さは中学校から高くなる。そうなの？あ、絶対入れないか。チャドとか、あ、チャド、チャドってどんなんだっけ。あのね、保育園の時にね、なんかあったんだよね、そういうの。なんかね、おばあちゃん、おばあちゃんに渡すみたいな、お菓子とお茶、お茶会みたいなのであったの、保育園の時に。確か、そう、それでね、やった気がする。でも、チャド、あ、チャド。茶道です、茶道です。ずっと茶道って呼んでた。さなんだね。茶道です、間違ってないです。でも茶道でも伝わるでしょ。だから伝わるから OK。そう、なんか和菓子、そう、和菓子を保育園の時にね、和菓子となんかお茶、抹茶みたいなのをやって、なんかめっちゃね、みんなおばあちゃんが来てて、そう、それでこうやって正座して渡すんだよ。面白かった。でね、本番は和菓子とかお菓子だったんだけどね、練習してる時にね、あれなんかジューシーシーの、そう、お菓子がね置いてあって、それねみんなね食べれたの、練習だから。練習の時に食べれて楽しかった。練習の時みんなね寝る時間にねやってたの、先生たちとね協力して。そう、ジューシーなラムネね置いてあって、自分でもね飲む時があったの、本番でも。それでねこれあれ食べて飲んでってやってた。そうでね、みんなお菓子目的でね、みんな寝てる時間だったの、年中と年少の人たちは。年長の時でみんな眠かったの、その時ではね、お菓子目当てで頑張って起きてました。そう、おやつでした。保育園の時にね戻りたいですね。一人だけさ頭良くて、今の頭脳のまま行きたいですね。睡眠より食欲。そう、友達と遊ぶのが大変。え、そう、あ、確かに保育園でさいろんなのあったじゃん。だから
時々ね、保育園の保育園の遊具、保育園の前に通って見るんですけど、なんか新しい遊具ができてていいなって思います。そう、運転はなかった気がする。なんか竹馬とかあったり、小さいね、めっちゃ小さい。じいちゃんが保育園の時は大きかった、自分から見たら大きかったけど、今見たらちっちゃい滑り台と、あとなんかあったんだよね、砂場とか。あとね、ボルタリングもね、あった、なんかちっちゃいボルタリング。知ってる先生いるかな、もういなさそう。そう、あとね、なんか屋上とかにもね、たくさん遊具があったり。そう、登るやつ、え、何その絵文字、新しい何それ何この新しい絵文字、初めて見た。増えたんだ、すごっ、新しい文字増えてる急に今気づいた。え、すごっ、すごいんだけど、この絵文字、すごっ、何この絵文字増えたよ、なんかすごいね、その文字。ちょっといいじゃん、アップデートしてたかな、確かしてた。でもね、今度また新しい文字があるらしくて困りますね、増えすぎて。でも便利だね、使える幅が増えた。そう、いつの間にかね、増えてた、アップデートした。こんにちは、こんにちは、来てくれてありがとうございます。ボルタリングなんてできる、なんかね、なんか縦、外にあるんだけど、こういうね、ちょっとごめん、縦の上にね、こうやって、これが 1,2,3,4,5 個ぐらいになってね、そこにこことかにね、登る掴むやつが置いちゃって、楽しかった。登り棒はね、なかったんだよね。そう、便利だよね、このキーマルトンちゃん便利。そう、ボルタリングね、あるよね、ボスイーゾの屋上に、滑り像と登り像、登り像みたいなやつあったよね、あれやってみたいよね。じゃあね、一回もやったことない、あれ、あそこの滑り像も、滑り像とかも、登り像やったことない。今さ、考えたら保育園って何してたんだろう。そう、ボルタリングは、
そう、長いね、滑り台もあってね。みんな観光とか初めて福岡来てペイペイドームに来た人、何あれってみんな言ってる。いつもね、一回も滑ったことない。定番の芋掘り、そう、芋掘り遠足した、以前したんだよね。でもいつもは芋が嫌いだったので食べれないんですけど、頑張ってやりました。手袋つけて、滑りそう。お、できるじゃん。130センチ、いきますね。滑走さ、透けてると透けてるやつもあるよね、途中で。しかもさ、見えるじゃん、なんか滑り終わったところでさ、みんな見てるからさ、恥ずかしいよ。楽しそう。でも1.7センチ、147です。お前測ったの。全然くるみさんともう追いつきます。もう追いつきました。一人でやるの恥ずかしい、本当に。ACH のイベントで滑走を仕方なくリンリンリンカーね、抜いてないです、まだ。リンリンリンカーは150いってるので、多分まだ抜いてない。超えるのも時間の問題だよね。絶対に抜かします。みんなを抜かします。私ハンちゃんを抜いたら、あれでもハンちゃんはね、多分抜けないかな。ハンちゃんはまだ後で置いときます。まずはくるみさんですね。くるみさんの頭をね、見えるくらいにいきます。上からね、見れるようにします。今はね、並んでるので、まずは来るだ。そう、まずは来るだ。ハンちゃんはまだ多分伸びてるので、まだまだ。
まとくるみ、スカイモイカ、2人とも148センチになってプロフィール。でもね、同じくらいです。なので、あと1センチ伸びれば、もう届くってことなので、頑張ります。今147です。バスケットボールやったら伸びるよ。ほんと嫌だな、ボール。毎日の毎日ジャンプしてるので大丈夫です。じゃあね、縄跳びね、結構得意だったよ。あ、でも、早跳び、二重跳びね、全然できない。ダスボスはいや、レアちゃん捨てこせないんだよ。二重跳びね、無理。ではね、なんか前跳びと後ろ跳びめっちゃできるよ。170大きすぎだよね。でもね、今日ね、自主練してたらななかちゃんに会ったんだけど、ななかちゃんとね、もう全然差がなかった。こんくらい、あと5センチで伸びたらななかちゃんと同じです。以前レアちゃんと親子に間違えられたこと、いや違う、それはザワちゃんだね。ザワちゃんとね、ティフだね。ティフの時にね、飛行機に乗る前、乗った後だっけ、空港の時に親子ですかって言われて、違いますそのティフにね、初めて登場した時に間違えられました。そらちゃんとね、一緒にいてくれたので、リフの時はだから間違えられました。閉めてしまいそう。 なぜか親子でした鈴鹿ツワちゃんです。その時イーちゃんはまだ低かったので、身長がだから多分ザワちゃん結構差があったので、ザワちゃんとの線の差こんな感じで歩いてたら言われた
こっちがザーちゃんで、こっちがやつ。こんな感じです。ザーちゃんもね、結構高いから。わかりやすいでしょ？これわかりやすいよね。便利だよね。そのぬいぐるみは枕、枕じゃないよ。縦長でしょ、これ。枕じゃなくて普通の人形だよ。めっちゃすごいな。どっちも普通のやつです。じゃあ前髪伸びた。本当伸びてる。パッツンパッツンですね。普通の人間です。普通にしては細い。いやこれが多分普通ですね。じゃあ画面収まりきれない。こんくらいです。これこんくらいかな。あ、見て、普通のサイズに戻った普通のサイズに戻った。あ、それでは30分経ってたので一旦準備をしたいと思います。13位カズワさん、12位春巻さん、11位ヒカルビさん、10位リオダさん、9位ブキックさん、8位ダルマインコさん、7位ヒロタンさん、6位ルークさん、5位ショウちゃん、4位馬太郎さん、ありがとうございます。えい、そして第3位はぐる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 っとかーん、シャオタンさんです、ありがとうございます。えい、そして第2位はぐる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 っとかーん、エスさんです、ありがとうございます。えい、そして第1位はぐる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 っとかん、ポテチーさんです、ありがとうございます。えい、ありがとうございます。皆さん今日もたくさん来てくれてありがとうございました。それでは自己紹介をして終わりたいと思います。自己紹介をして終わりたいと思います。はい、コマネガーデタルメガチャンポイント、はい、いいなー、ニーナだよ。 HKT 最年少小学6年生12歳の石松ニーナです、よろしくお願いします。はい、じゃあそれでは関東市通ってきてと思います。2811人の方来てくださりありがとうございました。5 4 3 2 1、またね、バイバーイ。